おはようございます。本日のおすすめはこちら、神谷優さん、暇な椿さんのクロックワークプラネットです。本作の中心には時計仕掛けがございます。主人公が愛するオートマタも、彼が住む地球でさえも時計仕掛けです。機械オタクの主人公が繰り広げる激しい戦闘、そして可愛いオートマタとのイチャイチャ、もうたまりません。かっちりとした世界観にどっしりと信頼して、勢いのあるコメディバトルを楽しめる作品です。ぜひお呼びくださいませ。